はい、ジョネつかさチャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。今日はニュースジョネの仕様でございます。須田さんと真鍋さん、ありがとうございます、はい、いや、今回はやばいですね、はい、あの、クライムスペシャルということで、クライム、いつも須田さんのクライムスペシャルでも面白いんですか。前回はちょっと詐欺っぽいやつでしたけど、はい、今回はちょっと暴力的な。そうですね、やばいですね。あとね、例のね、はい、入管法に絡む、はい、法滞在問題なんかも今回はやらせていただきまして、望月さんにも見てほしいな。あー、望月さんね、磯子さん、磯子さん、あ、磯子さんですね。磯子さんね、何なんすかね。もうやりたい放題です。やりたい放題でしたね。あ、そうなんですか。なんか記者バッジ持って、はい、その取材ですって言って入って、はい、あれやらーとか言ってヤジに飛ばしてたんです。どこに入られた。国会に、国会の委員会、参議院の委員会。そうなんですか。そうそう、ヤジ飛ばして、で、あいつ何なんだとか言って、鈴木宗男さんがぶち切れてて、いいです、ね、あの、望月とか由紀さん、あれ何なんですかとか言って、あのピンクの着てる人ですよ。すごい、宗男さんと磯子さんの対決だ、ね、あれ、なんか喋ったやろ、あんなとか言ってって言ってましたけど、あれ、東京新聞何のお咎めもなしてたんですか。今のところないですよね。社としてでもどうなんですか、社バッジ、ね、渡してるのに、ね、だから、もしそこでちゃんとした処分しなければ、はい、やっぱり国会記者会がね、ちゃんとその辺を判断すべきでしょうね。記者クラブもね、だってあれノーチェックで入れるんですよ、バッジさえあれば、はい、我々入るの大変よ、バッジ持ってない人間は。申請して誰かこう身元引き受け人みたいな人がいて、それでようやく入れるみたいなね。なるほど、だってそりゃそうですよ、ってかあれだけ、国会議員が山とうぞうぞいるんだから。そうですよね、勝手に入ってったら、しかもノーチェックで、テロのテロのね、テロの温床になっちゃいますから。まあでもそういうの、まあこれは犯罪じゃないんですけど、うん、まあでもちょっとルール違反だいぶひどいですよね。大きなルール違反ですね。 あんまりルール言いたくないんですけどね、はい、ね、あの閉塞感のある社会になってしまうので、うん、まあでもちょっとね、目に余るものが最近、いやでもね、あれらしいよ、あのビーチ前川は、はい、いや、望月さんは記者である前に人間だった、それ知ってるよ。知ってる。人間なら入っていいんですか。いや、人間だから、人間として、ね、要するにその難民たちを救わなきゃいけないという自然な発露だよ、発言が出た。いや、これね、ちょっと待ってよって感じですね。はい、ね、人間の前に記者としてちょっと、うん、いや、それにあの入管法が、はい、まあこれね、本編見ていただきたいんですけど、はい、あの入管難民法改正逆にやっぱ良かったと思いますよ。良かった、うん、逆にあれで、あのちゃんと日本に滞在してる人は、はい、これで良かったなと思う、うん、で、不法滞在で今までずるしてね、ある意味 まあ、はい、ね、あの要は犯罪を犯して送り返されそうになった時に難民ですって言い続ければ帰んなくていいみたいな、うん、そういう形で悪用されてた部分があるので、うんうん、まあそれはね、ビシッと正すことが、ね、まあこれ皆さん言いますけどね、はい、はい、まあそんな感じでいろいろちょっと深い話をですね、させていただきます。ちょっと一部 P 入れざるを得ないかなと。そうなの。いや、ちょっとそうなん、そういや、そう言わないでくださいよ。あれとか言わないでこれまでこの動画まで P 入れなきゃいけなくなるんで、ちょっと P は最低何個か入れないと厳しいかなみたいな。まあ、分かりやすい P でしたね。まあそうですね。はい。はい、あの、まあ、処方箋なしでももらえる薬局みたいなね。はい、話で、自由診療ね。そ昔それでなんかね、芸能界休んだ、のり P とかね。あ、その P なんですね。その、違います。違います。もう、やめて大変なんだから編集するの。編集しないのがこのチャンネルの売りなんだからさ。いや、でもとにかく今回すごい、はい、須田さんのね、もうほんと情報力、はい、持てる情報力いろいろ出していただきまして、最近流行ってる病気もひょっとしてこれみたいな、確かにね、あったりする。あれもちょっと P かな。え、 P ですか。え、大丈夫かな。大丈夫ですかね、まあ、じゃあちょっとチャレンジしてみます。はい、はい、ということで、どこまでもギリギリまで、ギリギリまでチャレンジ、ね、チャレンジモードで、はい、ジョネスカードチャンネルチャレンジモードで今週来週と、木曜日朝8時から、はい、ニュースジョネお届けしてますので、はい、ぜひ皆様ご覧ください。須田さん、真鍋さん、今日どうもありがとうございました。ガオー。